挫折しそう。押しながらね。うるせえ。うるさいな、これ。ちょっとこれ、絵が手抜きすぎるだろうって思うけど、まあまあまあ、こんな。なんかもう、工事現場みたいな音してんな。次、フロートやっていきます。はい、こんにちは。黒猫 YZ です。はい、今日はね、これです。ミニマグナムシューター。もうこの時点でちょっとね、面白いんだけど、マルシンのね、マルシンのさ、フューチャースタイル。フューチャースタイル？未来の形ってこと？なんかね、こういうおもちゃのね、組み立て式のなんか電動ガンみたいなやつが あったんで、ちょっと見つけちゃってね、買ってきました。で、なんか何なんだろうねこれね。まあまあいいか。四駆マシンのモーターで弾を飛ばすと。で、モーター電池の組み替えでパワーアップ自由自在、内部メーカー組み立て済み。なんかギアが、まあ、トルク型と高速型があって、でモーターと単三電池3本使うんだね。乾電池モーター、多分ミニ四駆のモーターだと思うんだけど、でも電池3本だと結構強いよね。この子は誰なのかね、ちょっとよくわかんない。フューチャースタイルナンバーワントルネーダー EVO ってやつだね。シルバーモデルって書いてある。まあ組み立てていこうかなと。で、遊んでみようという動画です。オプションパーツ続々発売、ニアパーツマガジン見つけられなかったな、ロングバレル見つけられなかったな、高性能ベアリングわかんねえな、サイズでもあんのかな、特殊ローラーとかね、全くわかんないけど、なんかここにいろいろ書いてある。安定した球の飛びと省エネ型ベーシックモーター、連射に強い高トルク型モーター、超すごい飛距離、何これ、超すごい飛距離、高回転型モーター、なるほどね、そういう違いがあるのか。トルク型のモーターが良さそうだけどな、連射したいから。まあいいです。バーンと開けるとこうなってます。これね、マブチモーターの260モーターが入ってたんだけど、キッズランド120円、これさ絶対違うんだよね、もうね。でね、この注意書きがあって、モーターの選び方っていうところで、こうアトミックチューモーターとかさ、ウルトラダッシュモーターとか、間違いなくこれミニオクのモーターの固有名詞だよね。モーターの違いによってホルダースプリングの位置が違うと。ってことはホルダースプリング C ってとこが一番強い負荷なんだよね、威力が出そうだなと思って。でプラズマダッシュモーターちょっと高いんで、ウルトラダッシュモーターをね、今回は買ってきました。これね、598円で、なんでこれ使えませんね、残念でした。うちモーター懐かしいよねこれ。ということです。で、まあパッと開けるとこんな感じで、箱の裏面にはね、なんか書いてありますよ。迫力あるミライハボディ、あらゆるモーターにも対応できる ABS 製で、まあ気になる本体、シルバーモデルと言いつつもなんかグレーっぽい、まあシルバーっぽいっていう、こんなパーツ構成ですね。でこのね、メカボックス部分はね、実は組み立てられてます。箱の底にもこう書いてありますよ。ちょっとこれ絵が手抜きすぎるだろうって思うけど、まあまあまあこんな感じね。しかしね、これマルシンだよねって思っちゃうよ。ここ見るとやっぱりマルシン工業って書いてあるんだよな。何回か目を疑いましたもんね、これ本当にマルシンと思って。でね、説明書をざざっと眺めていくと、まあ1枚もの説明書だね。メカボックスのね、全部分解して組み立てる方法も書いてあるんで、メカボックスを全部バラした状態からね、一から組み立てていこうかなって思ってますね。そんな風な動画にしようね。まあ注意事項って一応ね、セミフルセレクタブルですよ。はい、せっかくだからね、このメカボックスね、全部分解したらことのほかね、パーツが細かくて組み立てられるか自信がないっていうか、ビビるっていうね。この状態から組んでいこうと思います。 BB ストッパーというのを入れるらしいです。 BB ストッパー、もうこの時点でね、小さすぎてちょっとあれだけど、こうかな。このストッパースプリングをね、これちょっと細かいんだけどね、こうここの隙間から入れてニョキッと表側に出して、こんな感じで入ってきたかな。このストッパーでね、このスプリングをここに止めちゃうと。これここまでですげえ微妙だな。
こんな感じで、こいつがこう、こう動くんだね、きっとね。うん、金具 A がここに入りますと。はい、金具 A が入りました。で、金具 B、 金具 B と、まあよくわかんねえけど、これでいいんだろう。時空系、まあプラの時空系だね。ここが要はオプションのベアリングがついたりするような部分になるのかな。まあプラの時空系にハトメ、懐かしいね、このハトメ。ミニ四駆の時空系がこうだったもんね。ほら、ハトメを置いて、でこいつがここに、こいつもこのハトメのとこにこう乗っかると。うわー、細かいね。ミニ四駆なんかより全然すごいメカニズムじゃないですか。今度こっちか、このギアを入れとくと。おお、この辺だわ。ノズルで、ノズルをちょこんと置いてある状態。ここにも時空系がこう入りますからね。こうプラの時空系と、でハトメと、これね、こう、まあこうそっと置いていくしかないよね、こうね。まあとりあえず入りました。うん、でもうこのタッピングビスを止めちまえという指示が説明書に書いてあります。いやー、このメカボックスね、分解しない方がいいね。うん、これはもう二度と分解したくないこいつを、ノズルスプリングをさっきこうポンと入れたノズルのね、穴にかかるようにこう通り、こんなの絶対見えないよ。あので、ここをね奥にかけてやりなさいと。よいしょ。うん、これでいいのかな。これでノズルが、ここがちゃんとこう動けば OK と。で、この金具をここに取り付けて、で、この金具をここにこうつけていいのかな。組む位置はこいつに、こいつもまたね、この細かい時空系がまあ両側に入るんだけど、これね、うん、で、ハトメも両側に入って、ね、こうハトメもこう入って、すごいね、これ。本気で作ってんだろうね。ハトメを入れて、うん、入った。で、この細長い2本のビスで止めていくと。よしと、ね。で、こいつは、ああ、いいね。これをこう入れます。おー、すごいね、これ。なんかこいつだけユニット化されてるな。ね、なんだろう、ここのギアを変えられるようにってことで、ここが多分重厚なんだろうけど、この下のローラーと、中に見えるね、ピンクのローラーとこの青のローラーで、あ、なるほどね、このギアでこの上下のギア、あのローラーを一緒に回すんだね、このギアでね。へー、まあそんな仕組みだね。で、こうユニット化されてて、こいつをパシッと入れると。なるほど、これで上下のローラーがくるくる回るようになると。面白いけどどうなんだろうこれホルダースプリングはこことこことここの3箇所、ここの3箇所にかけてテンションを選ぶと。で、僕が選んだモーターは一番強いところのテンションをかけとくと。こいつ、あの上のローラーを下に押し付けるテンションをこのスプリングで変えてるんだね。だからこう動くよね、こう。うん、面白い、こういうことね。トリガーバーがここに入るのか。おお、なるほど、こういうね、こういう仕組みで、おお、なるほど、トリガーで、こいつちょっと上げ気味で入らねえ。あ、入った。おお、で、いよいよモーターが出てくると。で、ピニオンギアと、グッと、これでね、ピニオンギアをつけて、すげえな、やっぱ130モーター用だったよね。マブチの200いくつだったっけ、あのモーターあれ入んないよね。お、入った入ったけど、ここ外れるみたいな。大丈夫かな、これ。これがセレクターになるみたいなんだけど、こうか。こいつが、
はい、これでいいのか。これね、セレクター、はい、これも硬いな、大丈夫かな、これなんかマルシンっぽい、マルシンのモデルガン作ってる感じがする、これなんだよこれ。いやー細かいね。ここまででやっとメカボックスが組み終わりましたね。これに金具を2個つけていきます。おお、パチッとはまるんだね、これこう、これです、これがセーフティーレバーです。なるほど、これプラスチックだね、スプリングが。これセーフティーレバー壊れそう。何このリッド、リッドっていうのを、リッドってか蓋だねこれは多分。でこの苦労したメカボックスを、うん、お、入った入った、なんか大丈夫な気配がしないな。でこいつはここと、おお、こうなるんで、でこいつをこう、おお、なんとかこれで組めてんのか。意外とでけえな。このコの字状のラッチでね止めていくんだね。おうおうおお、なるほど、面白いね。こう止めていきます。あとどこ、ここ、ここと、で短いやつがここね、こう、うん、止まった。でこれをファイヤーの位置にして、あ、トリガーもちゃんと戻ってくるな。なんだよこれよしと、これはここにこう入れるのか。うん、あ、なるほどね、パチパチの、パチパチくんのタイプね、こういうこと。おお、できました、一応完成ですね。じゃあ、あとは電池を入れて試してみましょうかね。こんな感じです。じゃあね、無事に組み上がったんで、炭酸電池入れてね、うん、ちょっと初速だけ測ってみようかなと思いますね。ちなみにね、このセーフファイヤーの位置に行って、まあ止まらないんで押しながらね、うるせえうるさいな、これね、とてもうるさいですよ。で玉はね、ここからこうパチッとジャラジャラ入れます。銀弾方式ですね。東京丸井のニュー銀弾が入ってます。 0.12g の BB 弾ですね。どうしましょう、動作音量からいきますか。これ相当うるさいですよ。動作音量測ってみましょう。うるさ、はい、112.8dB の音量を連続で出し続けます。これ相当うるさいですよ。なんかドリルみたい、これね。トリガープルも測ってみましょうか。モーターが回り始めるまでのトリガープルでいいかな。お、軽い、 0.359、 なるほど、おー、 0.416、0.307、 0.361 と平均でね。まあこんな感じか。じゃあ初速をちょっと測っていきましょうか。これね、セレクター今セミオートの位置です。気温はね 25.7 度、東京マフィのニュー銀弾 0.12g の BB 弾が入ってます。表面温度がね 32.7 度、結構温度高いですね。良さそうな感じがしますね。ここ押しながらね、でこうモーター回しといて、しかしうるさいね、モーターを回しといて引き切ると玉出てきますんで、測れないっていう、ね、あ、測れた、7.8、 マジか、お、すごい、 10.53、 もういいね、お、11.54、 やればやるほど初速が上がる、お、12.91、 ちょっと待って、これうるさいな、ものすごくうるさいですね。じゃあ今度フロートやってみますかね。フロート、セレクターフロートにしてサイクル測っていきましょう。お、出た、
328.1rpm これ大丈夫かね。これ性能はね 10mpsをちょっと越すぐらいと、サイクルが 328.1 度ね、そんな性能になってます。ちょっとお座敷シューティングやっていきましょう。命中精度がガバガバなことが非常に予想されるんで、もうね2メートルぐらいの距離にまで寄ってますね。でまずはセミオートからね打っていきます。相変わらずねこのドリルみたいな音してますけどね、打っていきます。うん、なんだこれは。ね、こんな感じ、なんかもう工事現場みたいな音してんな。次フロートやっていきます。出ないかもね、弾。ちょっともうね話にならない感じなんですが、こんな感じですこれねいかがだったですか、マルシンのねミニマグナムシューターちょっとねこれ性能がガバガバすぎてやばいですよね、いろいろとね。あの革新的なねシステムはいいと思います。あの上下のねローラーでビフィダー挟んで発射すると、あとセミオートとフルオートのセレクタブルね、これもいいと思います。うん、要は弾切りをね、うん、調整して一発ごとに打ち出すトリガーでねディスコネクトするのか、うん、っていう感じ。このねセーフティーがね微妙だったね。押し続けないとダメなんだよ、僕が作ったのは。他のはどうなのか分かんないけど、これ押しながらだからレフトハンダー無理ですよね。うん、左手持ち上だとちょっと無理。こんな感じで人差し指で押して中指で取るやつとかね。あとねうるさい僕はちょっとモーターをさやりすぎちゃったのかもしんないけどね。ここにねヒートシンクで穴開いてんだけど、あのすごく熱くなりますモーター。うん、そんな感じかな。うん、セミオ、まあ命中精度がねもうすごくガバガバで残念だったんだよな。もうちょっと狙ったとこ飛んでいけば面白かったのにな。まあよく作ったよねこれ、よく作ったと思う。ただうるさい、あのすげえ音するんだもん。だって何これ、だって炭酸3本だしね。うん、炭酸3本でウルトラダッシュモーター回したらこうなるよね。ドリルみたいな音、まあ真剣に作ってたんだろうね。うん、ちょっとねまあ面白かったは面白かったです。うん、でねちょっとこう使っていくと、あのもう電池もねあったかくなるし、モーターもすぐ発熱しちゃうんでね、ある程度あの冷却は必要ですしね。うん、真夏には向かないかもしれないここね穴開いてんだもんねモーター用に。ちょっともったいなかったな、モーター普通のやつにすればよかったかもしれない。うん、とまあこんな感じですね、マルシンのねマグナムシューター。うん、トルネーダー EVO、 EVO って書いてあるもんね、振り柄も振ってあるし、あのまあこんなこんな感じでした。うん、これは投げ売りされちゃうなでも、うん、面白いは面白かった。ただいろんなとこマルシンらしかった。うん、組み立ての段階でね、うん、で打ってみたらさらにやばかったと。これどうなんだろうね、まあなんかね言葉がな、言葉を失っちゃう感じで、まあまあいいか。まあこのね電極の取り回しとかよくできてるんだろうなとは思うけど、この電極の取り回しがよくできてたところで、あの命中精度がガバガバだったなっていうのもうすごく面白かったなこれ。
もう好きなんだよねこういうの。もうまともじゃないしさうるさいしさみたいな、セミオートフロートのセレクティブをねよく実装したなって感じです。それを世に送り出したんだもんね。これでいくら損したのかわかんないけど売れなかっただろうな。うんそれでも今マルシンがあるわけだからね、こういうものもあったんだなと思い出に浸る動画ですね。ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべし、うつべし、うつべし、このキャラクター誰